タラの芽のね、不可視栽培のその後ということなんですが、10日前に出した動画ですね、それ以降こんな風になってきましたね。かなり伸びておるものもありますから、今日はね、食べたいと思いますね。まあ、すでにいくつか食べたんですけど、まあ、結構まとまってね、今日はまあ食べれるものが出ると思いますね。とりあえずね、葉っぱがまあ伸びてしまったようなものですね。まあ、葉っぱが伸びたというか開きかけているようなもの。これはもうだいぶね、伸びていると思うので、そういうものだけで少し、より分けてみましたね。まあ、このように、幹だけと言いますかね、木だけになっても芽吹くというね、そういった生命力を持っておりますね。実際自然界の中にあるタラの木から出てくる芽と比較しますとやはり小さいんですけど、まあ、味はねほぼ同じなんですね。ホギからねタラの芽を取り外しました。まあ小さいですね。やっぱり自然界にあるものはもっとね豪快に大きくなりますのでね、まあ残念ながらねこういう水耕栽培のものというのはまあそこまでは大きくならないですね。取り外したホギなんですが、まあこれなんかもう横にもう側面にね芽が出る場所がないですね。こういうものはもう捨てます。そして、こちらなんですが、まだこういう芽がね、何箇所か残っているものがあるんですね。これらについてはまあどこまでこのホギにパワーが残っているかわかりませんけど、まあ水につけておけばねまだ出るかもしれないので、まあこちらの方はまあ取っておこうということですね。それではねこちらの方ですね、このまあ、タラの芽ですね、これを今から天ぷらにして食べようと思います。先ほどのね、タラの芽をまあキャンプ風に食べると言いますかね、現地でまあ取ったものをそのまますぐ食べてるというわけじゃないんですけど、まあなんとなくこのまあなんていうんですかね、アウトドア風に食べると言いますか、そういったことをちょっとねやってみようかなと思うんですね。自宅の裏山です。はい、そこで、食べているというね様子をまあちょっとやってみたいと思いますね。バーベキューコンロあるんですけど、やっぱりこの家の近くの山でね火をつけますと、ご近所から消防署に通報されますのでね、今回はガスコンロを使いますね。暖かくなってきますとね、これうちの猫なんですけども、まあ、屋外のね、まあ、なんて言いますか、休憩所に出てきてますね。やはりみんなアウトドアっていうものをね、何か楽しんでいるのかなと。まあ、日頃ね、この2月寒かったですから、ほとんどね、暖房が効いているところしかいなかったですね。まあね、コンロに、まあ、火をつけまして、今、油を加熱しているんですが、まだそれほどの温度には上がっていないということですね。味付けはシンプルに塩ということでいきたいと思いますね。油の温度がある程度上がってきたと思いますのでね、早速揚げてみたいと思いますね。一つ入れてみましょうか。ちょっと温度がまだ上がってませんね。しかも雨が降ってきたということで、まあ、せっかくのね、まあ、庭先バーベキューといいますか、キャンプのつもりでやってみたんですけども、まあ、いまいちという感じですね。ガスコンロの火がちょっと手前の方がね、温度が高い感じがしましたので、少し移動と。まあ、早速味見をしたいと思います。味は塩でということで、一応皿が
っと準備しまして、そちらまでね油を切って、まあ味は塩でということで、じゃあいただきます。こんな感じですけどね、軸の方を食べましたけど、本当にあのタラの風味ですね、苦味もあります。まあ、個人的なのは頭の方より軸の方が好きですね。うん、なかなかかなと。それではね、残ったものを揚げていきたいと思います。結局ですね、あのあと雨が降ってきまして、ちょっと屋外でね、まあ、なんて言いますか、バーベキュー風もしくはキャンプ風に食べるということはできなかったんですけども、まあ一応家の中でまあ揚げてみました。まあね、今度は天気がいい日にね、ソロキャンプ風に、やってみたいと思いますね。本日は以上でございます。